本日は、ドキュメンタリー沖縄戦、上映初日にお越しいただきましてありがとうございます。本日は初日ということもございましてですね、本作監督の太田隆文監督が、これから舞台挨拶をさせていただきます。それでは太田監督お願いいたします。ありがとうございます、ね、コロナで大変で新宿やばいとこっていうあれで今日皆さんも本当命がけで来ていただいたと思います。本当申し訳ありません。ただ映画館って実は空調がすごく効いていて、もう、ね、10分とか20分で入れ替わるんですよね。はい、だから映画館の方もそうです。だからすごく安全で見て、皆さん前見て喋らないし、ね、今回笑うような映画じゃないので、全然安心ですので、ゆっくりと見ていただけたらと思います。で最初なんであまり内容の話をしてしまうといけないんですけど、まあ、今回3年かけて取材しました。その間に別の劇映画1本撮ったぐらいです。それで、僕も全く沖縄ゼロからスタートしました。もう知らなかった、何も知らずに、シーサーは怪獣だと思ってました。その程度のレベルでやってたんですけれども、でもだからこそゼロから勉強して調べて、一般の視点で、一般の人の視点で見れた、と言いますのは、考えた時に沖縄なぜ知らないんだろうって言ったら、学校教育で、中学高校日本史大体、太平洋戦争っていうのは3学期ですよね。卒業間近バタバタっと終わりますよね。もう太平洋戦争まで行かないって学校も多い。だから知らない。でも僕らの世代だけかなと思って、若い人に聞いてもみんな知らない。あ、だから本当に江戸時代は室町幕府だ、もう桃山時代だってやるけど、太平洋戦争で特に沖縄戦なんて一行ですよ。太平洋戦争唯一の地上戦が行われた、地上戦が行われただけですよ。だからやっぱ知らない。でもその他のね、例えば真珠湾とかミッドウェイとかみんななんとなく知ってる。なぜか映画になってるからなんですね。トラトラトラ、それから広島原爆、長崎も黒崎監督も作ってますし、それから漫画でもね、果たしの弦っていうのがありますし、でそういうふうなやっぱり映画やドラマや、あと、ね、終戦記念日が近づくとスペシャルドラマって、ね、地上波でやりますよね。でそういうのって、ね、沖縄戦ってほとんど取り上げないんですよ。であるのって姫ゆりだとリメイクが4本ありますけれども、それと、岡本喜八監督の沖縄決戦で、これも映画ファンでもなかなか知らないが、すごい素敵な素晴らしい映画なんですけど、みんな知らない、僕も知らなかったっていう風に、映画でもドラマでもやらない、漫画でもない。だから学校でも教えてくれない、分からなくなっていく。でそういうゼロからなので、誰に聞いてもそう、若い人に聞いてもそう。だったら僕もゼロからも勉強、すっげえ勉強してやるんではなくて、ゼロから行くたびにいろいろ勉強して、また帰って勉強して、で行って取材してっていう風な形でやっていくと、そういう同じように知らない沖縄戦、知らない人に分かりやすく、でどうしてもこういうの専門家が作りますから、そうすると難しくなりすぎるんですよ。でそうじゃなくって、沖縄戦が本当に中学生が見ても分かるように作りたいなということなんです。でその中で、いっぱい本当はお話があって1時間45分じゃまとまりきれないのがあったんですけど、まあ、今日いらっしゃった皆さんに少しだけお話しすると、いろんなことが見えてきます。歴史、沖縄戦の歴史が分かるだけではない、今の時代が見えてきます。で特にね、今のコロナ感染の中で国や、都がやっていることと沖縄戦当時の政府軍がやっていることはとっても似ています。何が似てて何が違うのか、なぜそういうことになってしまうのかっていうのも見えてきます。アメリカという国も見えてきます。で映画の中でもいろいろありますけれども、もうすごいんですよ。例えば、食料でも自分たちの食料は当然持ってきます、沖縄まで。で日本軍というのは現地調達がまあ基本だったりします。それが捕虜の食事までね、アメリカ軍が持ってきてるんです。でさらに最後の方に捕虜になった小さな子供、赤ちゃんのようなちっちゃなのに幼児がたくさん出てきます。みんな同じ服着てます。特に映画の中では説明しませんが、みんな同じ服だ、かわいいなんかお人形さんみたいな服着てる。なぜかアメリカ軍が用意してきたんですよ。そこまでしているの。であと、カラーフィルムでも撮影してます。そう、戦場ですよ。それからスチール写真も撮ってます。映画と一緒ですよ。映画、僕ら映画作るときメイキング班とスチール班っていうのがいるんですよ。で宣伝に使ったりこうポスター作ったりする。それと同じことをアメリカ軍って戦争でやっていて、記録フィルム映像メイキング班と、スチール班がいて、でさらにもう食事からいろんな機材重機器たくさん持ってきて、もう戦争じゃないんですよ。なんかもう家建てて町ができるぐらいの機材を持ってきてる。そんな国だけ、ね、戦争したんだっていう、だからそういうことも見えてきます。アメリカという国がどういう国か、時間またあります。
じゃあ言っちゃおう、でそのあのこれも映画の中にない話で言うと、じゃあ当時その1945年にアメリカは沖縄の地形どこに誰が住んでてって、どうやって調べたか、当時スパイ衛星とかないですね、ドローンもない。でこれ映画の中では言ってませんが、1853年、ペリーがあの浦賀港へ来て幕府に開国を迫りますよね。あの時実は先に沖縄行ってるんですよ、琉球王国に。で琉球にも核を迫って、そこで若干のクルーを下ろして浦賀に行って、浦賀で幕府に迫るんです。なんで下ろしたか、沖縄の地形やどこに村があって、どこに山があって、川があって、海岸を通って、そこで全部調べてる。100年前ですよ、あの沖縄戦の。でそれを持って帰ってペリーが本にして出してるくらい で、その時の資料を元にして沖縄上陸作戦が作られている。100年前ですよ。でなんでペリーってそんなことしたのか、ペリー提督海軍なんですよ、あの人は。つまりアメリカって100年前からアジアを、まあ、言えば制覇する、支配する、攻略するためには沖縄を抑えなきゃいけないっていうことを調べて考えてたんですね。でさらに言うと、沖縄戦で、から、まあ、本土を攻撃するための拠点として沖縄を抑えたかったってありますけど、後々そこの基地は朝鮮戦争、ベトナム戦争も使われますよね。つまり日本と戦ってるんじゃなくて、後々そういう戦争のために沖縄を抑えたかったっていうのがアメリカ軍の実は意図なんです。ものすごい先まで考えて100年前からという国がアメリカという国だっていうのもこの映画を見ていたら出てきます。で逆に言うと日本はどうだったか、なんか急に思いつきで10枚配るとかマスク2枚とかいうようなことをこの頃からやってます。マスクは配ってますよ、さすがに。でも似たようなことをして、ああしろこうしろということをね、あの沖縄県民に強要して、14歳から70歳まで動員して戦争手伝してます、ね、本土ではそんなあの16歳以上ですからね、あの若くしてあの学徒出身した人たちで終わったとしてもみたいなことがね、いろいろ分かってくるので、いろんな角度で見ていただければと思います。で、あと4分、はい、あと4分あるんです。すごい急ぎで喋っちゃったのでパンフレットでこれ見た後に、あれあの戦闘ってどこだっけとか、読谷村ってどの辺とか、米軍ってどんな形で、もちろん地図とか出てきて分かるんですが、あとで絶対皆さんあれどうだったっけなとか、あの順番どうだっけとかっていうのが分からなくなると思うので、パンフレットに年表とか地図とか、そういうの全部入れて、後で例えば出てきた証言、体験者が12名当時のことを語ってくれます。その人たちどういう人なのか、なんて人だったかなっていうのを全部、載ってます。ですからこの映画はあの見てはおしまいではなく、例えば、ね、どっか団体で、ね、婦人団体私入ってますっていうところで、あの出てきたあの人を呼んで講演会しようとか、あの沖縄コント行った時にね、向かい泳ぎに行くんだけど、ちょっと帰りにあの出てきたあの資料館行ってみようかとかいうところは全部住所まで書いてますから、そういう形で沖縄や沖縄戦を知っていくきっかけにしてもらえるように、パンフレット作りました。で、その前にまずは映画を見ていただいて、1時間45分でほぼ沖縄戦が分かるようにしてます。であと、本当に、まあ、しばらくここ4週間やってますので、見たらもしあんな感じることがあったらいろんな方にお知らせして、本当に大きな企業がドカンとお金出してくれて作った映画ではない、まあ、逆に言うとここだけで言いますけど絶対できないですよ、こんなのやばくてっていう風な大きな持って映像を送られたりビデオ会社でも絶対今の時代できない、ね、あの戦争したい人たちたくさんいますからっていう風な中でできたんですけど、宣伝も限られたので、本当に何か思うことがあっていろんな人に伝えていただければ、より一人でも多くの人に見てもらって考えるきっかけにしてもらえればと思ってます。
ュメンタリー沖縄戦、知られざる悲しみの記憶。